ディズニーパークシンデレラ城シンデレラ城は世界の複数のディズニーパークにおけるランドマークでありアトラクションである。その名が示す通り映がシンデレラに登場する城をモチーフとしている。東京ディズニーランドのシンデレラ城がそれ以前に完成したマジックキングダムのシンデレラ城の複製であるため両者の共通点は非常に多い。シンデレラ城には29本の塔があり。 ファンタジーランドから城を見上げると21枚のイタリア製のガラスを使用したステンドグラスが見える。城の1階通路には縦4.6メートル横3メートルのアーチ型のシンデレラの名シーンを表したイタリアガラスのモザイク壁画が5枚ある。ウォルトディズニー・イマジニアリングのドロシアレドモンドによってデザインされたこの壁画にはジョン・ヘンチ ハーブ・ライマンといったディズニーを代表するデザイナーの顔がキャラクターとして登場する。また、本物の宝石が使用された部分がある。通路の正面入り口上部とファンタジーランド側入り口上部にはディズニー家の紋章が飾られている。なお、カリフォルニア州アナハイムのディズニーランドにある眠れる森の美女の城にも同一の紋章が飾られているが、 歴史上実在するディズニー家の紋章は全く別の衣装である。シンデレラ城には他のディズニーテーマパーク建築と同様に石垣が上に向かってだんだん小さくなっていたり、窓や扉の大きさが徐々に小さくなるなどの強化遠近法が使われている。これらは城を実際の高さよりも高く見せるためであり、もともと映画のセットで頻繁に使われる技術である。 一番高いところにある金色の塔はフランスなどヨーロッパの城や寺院建築からヒントを得たものである。アナハイムの眠れる森の美女の城を作った際に設けた小さな金色の塔をウォルト・ディズニーが気に入っていたのでシンデレラ城をデザインした際にデザイナーが最も目立つ塔に採用した。東京ではほんの一時期銀色に塗られていた。シンデレラ城は マジックキングダムのシンボルであるランドマーク。高さは189フィートで、外観は2006年以前の東京ディズニーランドのものとほぼ同じ。ただし、外壁である石垣が東京のものほどリアルな質感を持たずに平面的であり、色もより明るく塗られている。内部も、そのデザイン要素の多くを東京と共有しているが、パーク全体に広がるユキラダーと呼ばれる。 地下施設とつながっているという違いがある。ファンタジーランド側から見た2階部分は東京のものがシンデレラ城ミステリーツアーのショースペースであったのに対しシンデレラズロイヤルテーブルという飲食施設になっている。このレストランは本来ウォルトディズニーやその家族が関係者をもてなすための施設として計画されさらに上階に設置予定だった。 ウォルトのプライベートスペースに直結する設計だったが、ディズニーが1966年に死去したため、プライベートスペースは倉庫や電話交換オペレーターの施設として使用されることとなり、レストランも当初から一般のゲストに公開された。シンデレラ城は東京ディズニーランドのシンボルであるランドマーク。最高地点の高さは51メートルで、頭頂部には、 園内業務用無線のアンテナが設置されている。東京ディズニーランドのシンデレラ城内には2011年4月15日にオープンしたディズニー映画シンデレラをモチーフにしたアトラクションシンデレラのフェアリーテールホールがある。かつてはシンデレラ城ミステリーツアーという東京ディズニーランドだけのアトラクションがあった。また現在では ディズニーロイヤルドリームエディングというプログラムが2012年からスタートしたため結婚式をここで挙げることも可能となっている。2014年5月29日からプロジェクションマッピングを使ったナイトエンターテインメントワンスアポ p アタイムが開始された。2018年7月14日より新ナイトタイムスペクタキュラーセレブレイト東京ディズニーランドが開始された。 2006年4月から耐震用の補強工事及び塗り替え工事を行っていたが、7月5日に工事は完了し、城下の通路とその周辺が一般に開放された。工事期間中は作業用の足場が周りに組まれ、シンデレラ城は見えない状態になっていた。また、工事用のカバーには補修工事期間に開催していたスペシャルイベントリロスティッチのフリフリ大騒動。 ファインド・ステッチのデコレーションと同じようなデザインが描かれており、工事中でも世界観を壊さないような配慮がなされていた。10年に1回という、その工事により、シンデレラ城、ミステリーツアーの撤去、城周辺にある緑地、池の整備、シンデレラ城外壁の塗り替えが行われた。外壁は長年親しまれてきた白色からクリーム色へと変わった。また、 2006年9月1日から11月5日、12月26日から12月30日にもシンデレラ城の改装工事が行われており、シンデレラ城の周りにはフェンスや幕が設置された。シンデレラ城の絵が現物のシンデレラ城と同じ縮尺で描かれており、幕があることを意識させないようになっていた。この城の周囲にはウエスタンランドから トゥモローランドにかけて堀が作られている。常に大量の水をたたえ、ゲストの心を癒している。1990年頃からは、この堀と芝生の周辺に野生のカルガモが住み始めるようになった。パークに初めて来園するゲストは、それらも成功なロボットだとか、東京ディズニーランドで飼われていると勘違いすると言われている。なお、 カルガモをはじめとする野鳥に餌を与えることは、パーク内の規則として禁止されている。シンデレラ城、ミステリーツアーは、ウォークするタイプと呼ばれる、徒歩移動型のアトラクション。シンデレラ城の内部を、ガイド役のキャストと共に数十人のグループが歩いて、移動する。ツアーには2タイプあり、どちらかのツアーメンバーのゲストの内数人が、勇者に選ばれ、 クライマックスシーンのヒーローを演じ、勇者のメダルという記念品が授与される。一つの班につき一人しかもらえない。運営終了4日前からは、ツアーに参加したゲストすべてに勇者のメダルを授与するというキャンペーンが行われた。1986年7月11日に正式に運営開始、2006年4月5日、運営終了となった。このアトラクションは、 世界のディズニーパークの中で TDL 独自のアトラクションである。それは、もともとシンデレラ城にはディズニーワールドと同様にレストランを作る予定だったが、埋め立て地のため搬入用の地下トンネルがコストの問題で作れなかったからである。そこでゲストは白雪姫の女王の実験室やファンタジアの悪者チェルノボーグ、眠れる森の美女のマレフィセントやその手下。 ドラゴンなど数々の城の秘密を知り、ガイドはゲストたちを3階直通のエレベーターに退避させ、全員が到着するとその木座端で勇者ターランの活躍が描かれた壁画の説明を、ガイドから受けている途中、魔法の鏡に誘われて、通路の途中で閉じ込められるが、彼からの宣戦線布告とともに、魔法の王釜が置かれているホーンドキングの祭壇の間への通路が開かれ、 最後に一人のゲストが選ばれ、ホーンドキングと光の剣で戦うこととなる。そのゲストが光の剣をかざして、ホーンドキングを倒すと出口付近の小部屋が開き、そのゲストは勇者と称えられて、そこで勇者のメダルを授与されると同時に、ファンタジーランドの騎士の称号として、サーナイ氏はレティの称号が与えられる。カリフォルニア州のアナハイムにある、 ディズニーランドの眠れる森の美女の城はそのモデルとなった、ノイシュバンシュタイン城の影響を色濃く残している。これに対して、その次に、デザインされたマジック・キングダムのシンデレラ城は、複数のヨーロッパの建築、特にフランスの城をモデルにしている。ユッセ城、フォンテーヌ・ブロー宮殿、ベルサイユ宮殿、シュノン・ソー城、シャンボール城、消門城などがそれである。全体としては、 ディズニーランドの眠れる森の美女の城のほぼ倍の高さがあるばかりでなく、すべてにおいて大きく、細部も凝った豪華なデザインになっている。シンデレラ城は東京ディズニーランドとマジックキングダムにほぼ同じものがある。一方、眠れる森の美女の城はカリフォルニア州アナハイムのディズニーランドと香港、ディズニーランドにほぼ同じものがある。ディズニーランドパリにある、 眠れる森の美女の城は、名前だけ同じだが、他の二つとはデザイン及び大きさが異なり、実在の城だけでなく、童話やアニメーションなどの想像上のモチーフに強い影響を受けている。ありがとうございます。